4月14日木曜日の全国の天気をお伝えします。まずは天気図から確認していきましょう。本州付近に前線が停滞します。北海道ではよく晴れるものの、その他の地域は各地で雨が降りやすく、傘が活躍する天気です。天気分布予想でお天気の流れを確認していきましょう。南西諸島は変わりやすい天気で雨の降るタイミングがありそうです。九州から東北は広く雨が降りやすく、強まる恐れもあります。外出の際は雨具を忘れずにお持ちください。北海道は広く日差しが届き、穏やかな天気の一日です。各地とも日中は前日より気温が上がりにくい予想のところが多く、特に関東や東北は季節逆戻りの体感となりそうです。体感の変化で体調を崩さないようお気をつけください。詳しいお天気はお天気アプリウェザーニュースでご確認いただけますので、ぜひご活用ください。